急行、ニセコを牽引する C62 系10連 SL ブームは、1960年代から1970年代に日本で起きた蒸気機関車を追うブームである。その時期については、1965年から蒸気機関車全廃の1975年までの約10年間とされる。1960年代から日本国有鉄道が打ち出した無煙化政策に伴い、日本全国で蒸気機関車が廃車となっていった。鉄道ファンはもとより一般人も消えゆく蒸気機関車を追いかけて別れを惜しんだ。このブームは、鉄道ファンの裾野を大きく広げることになった。伯備線の布原信号場や函館本線の上、木名などといった有名撮影地には多くのファンがお目当ての機関車の雄姿を撮影するために集まった。また、蒸気機関車牽引の列車に乗ったり、線路際でその走行音を録音するファンも見られた。これらは日本の経済成長に伴い、カメラや録音機材が一般に普及したことも大きく影響している。キネマ旬報社からは、蒸気機関車のみに対象を絞った、蒸気機関車という雑誌も刊行された。反面、有名撮影地では、ファン同士のトラブルに加え、地元民との間でもトラブルが発生し、今日でも議論となる鉄道ファンのマナーの問題が表面化した。一方、国鉄の側もこうしたブームに乗じる形で、まだ現役として残っていた蒸気機関車に乗る見ること自体を目的とした臨時列車を運行したケースがある。蒸気機関車運行末期の1973年には小海線においてファンの熱意に国鉄が応える形で C56 型による旅客列車の復活運行が行われた。前年の1972年10月に蒸気機関車の動態保存を目的とした梅小路蒸気機関車館が開館し、これは産業遺産の保存という目的と、鉄道100年記念という名目だったが、SL ブームの最盛期に開館したことで、その関連を想起させることになった。そして1975年末に、通常の営業運行の蒸気機関車が姿を消すと、共に SL ブームも終焉を迎えるが、鉄道趣味の存在を一般に大きく広げた点で、日本の鉄道趣味史上大きな意義を持つものであった。なお、このブームはその後のブルートレインブーム、いい旅チャレンジ2万 km 等の鉄道旅行ブームに大きな影響を与えた。ありがとうございます。